はい。みなさん、こんにちは。山下大一です。総合型選抜、学校推薦型選抜は、オープンキャンパスに行かないと不利ですか時々いるんですよ。志望校って見に行かないといけないのって。まあ、一般選抜で、例えば、遠い地方の大学を受ける場合、入学するまで行かなかったって人もいるでしょう。しかし、あなたは総合型選抜や学校推薦型選抜を考えるんですから、オープンキャンパスは、行かないとダメです。要は、 やる気がないと思われますようちの大学入りたいって言って一生懸命書類選考や面接や小論文の対策してきているのにもかかわらず例えば受験の本番じゃないないいとときに前っってたこが例えば「うちの大学見学してどう思いました?」なんて言われて「受験の本番で今日初めて来ました」って言われてやる気ある人って思われないじゃないですか。どんな遠いいとこでも見学に行ってください 九州の佐賀県の高校で講演した時に北海道の北見工業大学志望の生徒がいました。僕は言いました。必ず見学に行ってくださいと。飛行機で北海道まで飛んで行きました。受かりました。交通費かかる時間がないそんなことはない。交通費はかかりますが、大学の学費に比べたらずっと安いし、受かったらお金じゃ変えられない価値が手に入るわけです。どんなに遠いとこでも行くべきです。海外の大学行きたい人だって一回は下見に行ってください。 どうしてそれを重視しているかというと志望校一度実際に現地へ行って見学することによってどうして私が入りたいか志望動機志望理由がしっかりしたものができ志望理由書が充実してくる面接の時に実際に見学した結果こんな教育や研究が受けられるということが分かってどうしても入りたくなったって言えるということでオープンキャンパスは必ず行ってください 日程が合わなくても何か大学見学の機会を作り現地へ行って見学をするということはぜひともやってくださいオンラインのオープンキャンパスも参加してよいですがくれぐれもオンラインだけではダメというのが私の意見です。なんせ私は日本の大学全部行ってますからね行ってない大学の話は僕はしません。海外も 17カ国100大学行ってますだから自分が実際に私が行ったハーバード大学イエール大学プリンストン大学マサチューセッツ工科大学コロンビア大学の話はしますが僕が行ったことがないカリフォルニア大学バークレー校とかスタンフォード大学の話は僕はしません行ったことがないからです行った学生を取材したことはあるんですけど私には語る資格はないと思ってます行った大学の話はします別に北京大学でもシンガポール国立大学でもなのであなたも 自分がが見学学に行った学校でであれば理解ができる実際に見たわけですいろんな動画もありますけれどやっぱりバーチャルな世界じゃない私が僕が実際に見たものが一番大事なんですなので第一志望の大学はどんなに遠くても行ってください頑張ってくださいありがとうごございましたご視聴ありがとうございました メガスタでは総合型選抜推薦入試の説明会をオンラインで無料で開催していますこの説明会では総合型選抜推薦入試のことを詳しく知ることができるだけでなくどうやったらお子さんが総合型選抜推薦入試で受かるかまで専門の教務がお伝えしています気になる方は画像をタップしていただくか概要欄のリンクからご確認ください